NPO にマネロン懸念、小野田君政務官が警告、コラボ問題で、20日に小野田防衛政務官がツイッターにて、日本の NPO、マネロンに悪用懸念、テロ資金への低い危機意識指摘と題した記事を引用する形で、重要な指摘であると警告をいたしました。さらに追記で、コラボ問題にも言及されておられますが、こちら、コラボは NPO ではなくて、 一般社団法人ではございますけれども、非営利型であるため、NPO に近い存在となっております。これまでにも、NPO などが、いわゆる左翼や、反射の隠れ身のになっているとの指摘は、続いておりますが、昨年には、NPO が臓器売買に関与した疑惑も、浮上してしまっております。日本政府には、NPO などに対して、外部からの監査を義務付けるなどして、対策を、 講じていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。